久保さん今回、堀江門にしときましょうか。堀江門。まあ、あのー、今回は、ね、ホリ堀江門全国ツアーみたいな感じでね、まあ、鹿児島に堀江門が来られまして、あのー、僕はね、あのー、ツアーに参加して、えー、鹿児島公演聞いて、ピップ席3万円ですよ。ピップ席3万円払って、最前列に座りましてね、質問しましたよ。堀江さん、人生とは何ですかと。そんな、そんなの聞いて意味あるんですか その聞いていますかみたたいなね、言われまましたけど、まあ、想定内です <laughs> まあね、これはね、事前にねあの、司会者の方が質問者に対して、まあ、VIP の方にね、まあ、今日どんなことを聞きたいですかと、事前に、まあ、堀江にい,なんかいろんな質問をするとなんか荒れるんですよと。だから事前にちょっといろいろ聞いてますって、どんな質問をしたいですかみたいな。で、僕が司会者の方にね、いや、堀江さんに直接聞きたいのは、 人生とは何度だったそれをちょっと聞きたいんですって。で、司会者の方が、うーん、それを聞いても、堀江はね、多分ね、そんなん聞いていいみやんすかみたいな、なんかそういう回答になっちゃうと思うんですけど、みたいな。いや、僕は直接聞きたいんです、みたいな。まあ、こういう理由で、こう、こうで、こうで、こういう思いがあって、これで聞きたいんです。あ、なるほど、そういう経きがあるんですね。だったらもしかしたら違う回答もらえるかもしれないですね、っつって。で、聞いたら、まあ、そうその聞いていいみやんのと。で、司会者の方がね、苦笑いですよね。 その通りだみたいな <laughs> まあ実はまあ聞いてて、まあ、その通りになりましたねみたいなね、司会の方が言ってましたけど。<laughs> 想定、想定内通りですね。そ<う>まあ、ぶっちゃけ、まあ、あのー、本当ね、意味はないと思うんですよ。全部に意味ないと。全部に意味ないっすよ、そんな。って生きてる意味なんもないじゃないですか。 だからもう、なんすね、もう、身も蓋もないというか、何億光年の歴史の中で見るならば、今ね、人類があダだこうだ、て、当て、なんかああだこだやってるのも、何億光年の規模感覚で見て、宇宙が誕生したその何十光年とかね、何兆光年とかで見たら、なんか意味あんのみたいな。人間がアタフタしてると。地球が守ろうとかね。 地球温暖化だとかね、日本の財政がとかなんかあだこだ言ってるけど、その宇宙が生まれた歴史から紐解くと、たった一つのね、地球みたいなのが生まれて、そこになんか生命ができただけの話で、<laughs> 多分他にもいろいろあっただろうし。だからさ、大きいスパンで見たらね、なんの無ですよ。でもそれ言ったらまあ身も人もないので、まあ僕たちっていうのは、まあ意味はないんだけど、 聞く意味もないし、答える意味もないんだけども、そこに何か意味付けしていかないといけないと。じゃないと、生きてる意味が本当にないから、生まれた瞬間死ぬしかないですよね。だって意味ないんだから。うん。<laughs> だって生まれた瞬間なんか食料必要じゃないですか。で、食料を食うために、食料危機みたいなのもありますけど、生まれた瞬間に食料、地球上の何かを壊していくんですよ。地球上の何も壊さず生きていくっていうのは難しいですよ、今。 どうすか何も壊さず地球を破壊せずに生きていく無理ですね多分多分だったらまあ裸ねまあ服を作るにもね何かの資源使うしじゃあ服を着ず全く服を着ずんーなんか生きていく、まあ、それもしんどくないですか服傷ね冬寒いだろうとダウンジャケット着たいじゃないですかそのダウンもねなんかいろなビニールとか作られてるだろうし <laughs> 石油で作られてるじゃないですか いや、冬ダウンとかそういうのなかったら、こういうのもきつい。これも全部これもね、請求できてると思うんですけど、まあ、そう考えるとね、まあ、正直、生きてるのは無駄というかね、まあうまあ、そういう考えがまできるわけですよ。うん。うだけど、そうなったらもう、終わりなんで、希望も何もないし、今日生きてる意味もないし、明日生きる意味もないし、もう何も意味ないですよ。何もつまんないし、じゃあ今日死ぬしかないですよね。 だから僕たちっていうのは何かやっぱ意味付けをしていかないといけない。想定内、想定外、何でもいいんだけど、何か意味を見出していかないといけないとうん。そっちの方が、まあ出さなくてもいいんですよ。出さなくてもいいんだけど、そっちの方が楽しいよね、と。何かやる意義ですよね。意義、意味。意味に意義、あ、これいいんじゃないですか、福子さん。意味に意義を持たせろと。これいいんじゃないですか。意味に意義を持たせろ。言ってらっしゃい。